おまきにしきヘビ属は、爬虫ゅ有こ目ヘビアモクにしきヘビ科に属する属。インドネシア、オーストラリア、パプアニューギニア最大種は、アメジストにしきヘビで、最大全長860センチメートル。緑一色の種や虹色の光沢を持つ、主とを主ににしきヘビとして知られる体色をした種は、少ない。また当初に分布するためか地域により、体型や体色の変異が大きい。 樹上性傾向が強いためか体型は細い種が多い。樹上性で動きが素早かったり飛んでいる獲物を逃がさないためか、顎の筋肉が発達しており、後頭部が盛り上がっている。熱帯雨林等の森林に生息する。多湿な環境を好む傾向がある。樹上性内市販樹上性だが、樹上性の強い緑に色蛇でも夜間に獲物を探すため地上に降りる。植生は、 動物食で、爬虫類、鳥類、哺乳類等を食べる。繁殖形態は卵生。ベーレンニシキヘビは、生息地の一部では、神として崇められている。アメジストニシキヘビは日本では、特定動物に指定されている。アメジストニシキヘビは、細身で飼育下ではまず巨大化することはないが、大型の鳥類も捕食しまた性質が神経質なために指定されていると思われる。 性質は掃じて荒い種が多く前述のように顎の筋肉が発達しているため、あまり触れ合いを楽しむタイプの動物ではない。ありがとうございます。